皆さんこんにちは、グラストニアコンシェルジュ足立です。本日はグラストニアでハロウィンのチャペルコンサートを行っておりますので、今から早速行ってみたいと思います。それでは早速中に入ってまいりまして、まずフロントのところもこういった形で装飾をさせていただいております。ではそのままこちらにご案内をさせていただきます。すごく綺麗なのでぜひ皆様も見てください。めちゃめちゃ綺麗なキャンドルがたくさん並んでおりまして、なんかあそこにちょっと変な方がいらっしゃいます。何してるんですかね。ちょっと気になるので行ってみたいと思います。はい、ということでさっきちょっとちらっと変な人が見えたのでそこに来ました。いらっしゃいました、先ほどの。こんばんは。こんばんは。ごめんなさい、キャラが定まってなくて。あ、そうなんですか、はい、今ちょっとキャラブレ中ですか。キャラブレ中です、絶対。ちょっと探してます。探してるんですね。じゃあ今この YouTube の間に見つけていただければと、はい、そうですね、そこに落ちてるかもしれない。あ、そうですね、ぜひ拾っていただければと、はい、思います。ちなみに今日はどういった設定でいらっしゃるんですか。まあ、怪人二重面相みたいな感じですかね、はい、あ、違うの、オペラ座の怪人です。失礼いたしました。あ、そうだったんですね、はい、てっきりちょっとドラキュラとかなのかなって思います。ドラキュラ、こっちはドラキュラだと思った。はい、こっちはそんな感じ。あ、そんな感じ。あ、そうなんですね、はい、ただ決まってますね。決まってますか。はい、ただちょっとマスクしていてもやっぱりいつもの爽やかな雰囲気は拭いきれてないですね。笑顔を忘れてないのでこの中で、はいはい、ちょっと見てみたいですね、中も。中もいや、ちょっとここはやっぱり見れないかもしれないですね、まだまだ、はい、まだ時が来てないので。あ、そうなんですね、時がいつ頃来るかっていうところですね。シンデレラと一緒ですね。あ、じゃあ12時になったら来るかもしれない、はい、あ、じゃあもうぜひ皆様楽しみにしていただければと思います、はい、多分ご来館いただいたら実際に本物の笑顔をご覧いただけると思うので、ぜひ楽しみに、はい、していただければと思います、はい、ではそのままこちらもご案内させていただきます。めちゃめちゃ綺麗ですね。グラストニアの教会の外観になるんですけれども、これだけ雰囲気がガラッと変わってまいります。はい、それではもう一つの場所へと移動をしたいと思いますので、ぜひご案内をお願いいたします。レッツゴー。はい、絶妙に暗くちゃいますね。そうですね。ただその感じがいいですね、また。はい、よかったです。すごい綺麗ですね。すごい、すごい、また雰囲気がいつもの前室と雰囲気がガラッと変わって、はい、参りまして、すごく私好みな雰囲気になってます。はい、奥にもこういった形でキャンドルのご用意もございまして、ちょっとハロウィンらしさ感じていただけるかなと思います。あと、ここに座りたくなりますね。あ、座りたくなります。どうですか、座らなくて大丈夫ですか。これでか、あ、絵になりますね。このかぼちゃかわいいです、光ってます。これはカメラマン一押しのかぼちゃです。近くで見てもかわいいですね。ベリーキュートベリーキュートですね、はい、どうやって染まってたんだろう。聞いてみます、来年のために。来年は中村自宅のかぼちゃに、あ、中村って言っちゃった。いいんじゃない。ダメですよ、まただって仮面なんで、仮面マスクマン。仮面マスクマンのかぼちゃでって言ったり、うん、そうなんですよ、ちょっと名前が思いつかなかったです。困ったな。困らない。絶対困ってないやつですね。困りました。もうすごくハロウィンらしさが出てましたね。出てましたね、素敵でしたね。素敵でしたね。もうぜひ皆様もそういったものをご覧いただいて、来年のハロウィンのチャペルコンサートもぜひ楽しみにしていただければなと思います。それではまたグラストニアの
YouTube いいなと思いましたらチャンネル登録をお願いいたします。それでは本日ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。これ、メモってしてよかったんですか？折れてるのか？でも、めっちゃいい感じでしたよね、今。最高です。折れてるのかって言っちゃった。面白かった。あ、どうですか？それも使っちゃいましょう。